江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、ケイコクの小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。今回はですね、ちょっと少なめ3本でございます。まず1本目、こちら、徴用被害者遺族が藤越の株主総会に出席、謝罪と賠償を求めるということで、何ですかね、総会屋ですかね。はい、ちょっと見ていきましょう。ケイコク人徴用被害者コ・イム・ヨンスクさんの夫キム・ミョンベさんが27日、富山市内で開かれた機械メーカー藤越の株主総会に出席し、徴用被害者への謝罪と賠償を求めたということでね。え？株主総会に出席できるってことは何？じゃあ株主なの？って思ったら、キムさんは先月25日、藤越に対し賠償を命じた渓谷大法院の判決が確定したことに対し嬉しいとしながらも、渓谷の財団、が藤越の代わりに賠償金を支給すると言っても、私はそのような金を受け取らない。私は金のために富山まで来ているのではないと強調したということでね。で、何？賠償を求めてるの？金のために富山まで来て、来てない、来てるのではないと言いながら、賠償を求めてる。キムソンは藤越の黒沢勉社長に対し、日本政府と企業の傲慢な態度が警告で、植民地時代を経験していない我々の子供たちと孫たちの怒りを買っているとして、このままでは藤越に未来はないにだと警告したと。知らねえよ、お前が未来を決定するわけじゃねえからな。また、被害者に謝罪と賠償を行うが当然なのに。当然、問題が解決されないのは歴史を忘却したためだと指摘したと。藤越が直接謝罪と賠償を行うよう求めた。で、キムさんは藤越の株式を保有しており、株主としてこの日の株主総会に出席した。え、どういうこと？株主総会に出たいから株式を保有してんの？それとも純粋に株式投資というのは、その企業に未来を託す意味で買ってるとか、そういう意味ではないよな、これな。ただ単に株主総会出たいから持ってるだけだよな、多分な。はい。で、黒沢社長は、キムさんの発言を受け、強制連行は株主総会と関係がないと。当社はこれまで一貫して強制連行、強制動員、未払い賃金はないという立場だと説明したと。バシッビシッとね。大法院判決に対しては日本政府と相談して適切に対応すると述べ、事実上賠償を拒否した。はい、ということでね。で、1945年の3月に軍需企業だった藤越の工場に動員され、飛行機の部品を作った。食事は不足し、賃金を受け取ったこともなかったという。小学校の卒業を控えた3月ということでね。親がもらってんじゃねえの？でも1945年の3月って、あと、半年もすれば、終戦でしょ？ねえ、これ、強制動員って言われてもね、国民みんなが、やってたからね。それにぶつくさ文句言われても困るんだよな。はい。まあね、まあほっときましょう。じゃあ次。次はね、渓谷の K-POP 渓流かな？渓谷の、まあ芸能事務所、ハイブというのがあるんですけども、まあ渓谷で一番大きな会社かな。これの、がね、今ね、ちょっとね、落ち込んでるんですって。中国発の冷たい風のため、ということでね。で、目標が下がるっていうのは、株の目標値がアナリストがね、軒並み、このハイブっていう会社の株を下げてるんですよ。中国の状況が良くないらしい。中国の輸出量だけを見れば、2022年の5133万ドルから、昨年3399万ドルに 33% 減少したということね。すごいね。3分の2になっちゃった。中国の景気鈍化で中国のファンが支出が減少した上、中国内の K-POP ファンがアルバム購入量で競争を繰り広げた文化が消えたことが原因に挙げられる。いやー、それはいいことだよ。あんな渓谷さんさ、アルバム CD でしょ？ CD を何枚も何十枚。いやいやいや、100枚とかだよ。買わせて。なんだ？握手券とかだよ。要は。で、
100枚。だからね、YouTube で動画がアップしてる人いますけど、100枚買っても、入ってない。握手券が。なんか、こう、イベントの参加の券が。ああ、それはさすがにあかんやろっていう風にね、なんか YouTube で言ってる人いましたけどね。コメント欄見たらぼやいてましたよ。それはさすがにちょっとね、韓国の、ちょっと事務所が全然ファンのこと考えてないよね、みたいな。だから、過剰競争になってるんですよね。でも、これが事務所にとっては大きな収入源の一つだった。これが競争が消えたと。文化が消えた。いいことだよ。いいこと。いいことです。じゃあね、次行きたいと思います。日本人が暴行されました。はい。激しい部分はない。そんなに、こう、聞くに耐えない話ではないんで大丈夫です。投資金回収問題で紛争を経験した日本人を暴行し、車両に監禁した一党が、警察に捕まったと。おい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 、穏やかじゃないね。24日の午後9時頃、カンナム区の、で、投資金回収問題で葛藤を経験した50代の日本人男性を暴行して、車両に監禁し、通報を受けて出動した警察にすぐに逮捕されたと。犯行を主導した60代の男性 A さんなど、2人は拘束され、残り2人は不拘束状態で調査を受けていると。A 氏はっていうのはこの犯人の方ですよ。犯人の方は、去る2015年、不法融資に公募した容疑で、懲役刑が宣告された貯蓄銀行ブローカーであると把握されましたということです。これね、いや思ったんですけど、まあまあまあ、これ文章そんな長くない話じゃないですか。ああ、そうなんだ。まあ、警告に関わるとね、大変だよね、と。やっぱりね、こう関わらない方がいいよねって思うじゃないですか。いや、でも、まあそうなんですけど、これ、この50代にやられてしまった日本人男性ね、これ、投資金を回収しようと思ってさ、韓国組んだり行ったわけでしょ。金奪われたから返してもらおうと思って、まあ、単身かわかんないけど、警告に乗り込んだわけでしょ。何やってんだ、金返せと。いやー、ちょっとね、その怒りの、それにね、ちょっと共感しましたね。もちろん関わったのが悪いんですけど、いや、よく単身かわかんないけど、乗り込んだなと思ってね。そしたら、暴行されちゃったってことでしょ。まさかね、そんなね、こう、暴行されるなんて思って、かない。まあ、行くん、まあな、警告だとそういうことになっちゃうんだろうな。はい。ということでね、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。